日本サッカー協会、JFA、理事・川澄直美インタビュー、アルビレックス・新潟レディース、前編。昨年7月から w ーリーグのアルビレックス・新潟レディースに在籍するゲンナデシコジャパンの川澄直美、38歳は、女子サッカーの未来から女性の社会進出についてまで、説得力のある意見を持っている。キャリアのほぼ半分を注いだアメリカでのプレー経験に照らしつつ、 様々なテーマののに触れていくのだ女子サッカーが発展していく上で WE リーグというプロリーグができたのはすごく大きいと思いますただアメリカでやっていた時と比べるとまだまだ改善していかなければいけないところはあると感じます2008年にアイナック神戸レオネッサでキャリアをスタートさせた川澄は2014年に初めてアメリカのクラブに在籍し 何度かの国内復帰を挟んで2023年まで9シーズンにわたってプレーした。NWSL と呼ばれるナショナルウィメンズ・サッカーリーグのシアトル・レインと NJ マイニューヨーク・ボッサム FC に確かな足跡を残している。シアトルに4年、ボッサムに4年半ぐらいいましたが、年々環境が良くなっていくのが目に見えてわかるんです。それは自分のチームだけでなく、他のチームも。 シアトルへ加入した当初は練習後にランチが出るときと出ないときがありました。それが毎日出るのが当たり前になっていきました。カンザスシティカレントというチームは2024年に女子チーム初の専用スタジアムをオープンさせました。プレイヤーのためにいい準備をしよう、環境を整えようという意識がクラブからすごく感じられる。 人もお金もかける本気度がアメリカはやっぱり違いますね。マーケティングにおいても NWSL は日本の先を行く。川澄が一例として挙げたのは試合映像の届け方だった。